石坂洋次郎、石坂洋次郎、石坂洋次郎、1900年、明治33年1月25日から1986年、昭和61年10月7日は、日本の小説家、青森県弘前市大館長生まれ、慶応義塾大学国文化卒、戸籍の上では7月25日生まれになっているが、実際は1月25日生まれ、 大学時代、浸水していた郷里の作家、葛西善造を鎌倉県庁寺の境内の偶居に尋ねる断水した葛西から故郷の踊りを教養され、さらに相撲でねじ伏せられた上、なぎを頭の上で振り回されて、 現滅と困惑を感じる。1925年に、青森県立弘前高等女学校、現在の青森県立弘前中央高等学校に、勤務。翌1926年から、秋田県立横手高等女学校、現在の秋田県立横手城南高等学校に、勤務。1929年から1938年まで、 秋田県立横手中学校、現在の秋田県立横手高等学校に勤務し、教職員生活を終える。横手中学でのあだ名は、かぼそかったことから、よか。3から5年生時に国語と作文を教わった、ジャーナリストムの竹児は、前から、成績の悪い順に着席していた、当時の教室で、授業中教師と目を合わせないようにうつむいていた。 前列の者たちが、石坂の授業においては、当ててくれと言わんばかりに顔を上げるようになり、教室の風通しが良くなったと感じていたとのと。また、英語の試験の試験官をしていた石坂が、答えのわからない生徒たちに聞かせるかのように窓の外に向かって、正解をつぶやくのを数度目撃した。教室で人を解放させるような。 暖かなムードを持ち、空気のように包まれる感じであったと回想している、読売新聞秋田版、2008年9月10日、あの日 X 年前から82年前、1926年。火災文学への反発から、健全な文学を志し、海を見に行くで注目され、見た文学に掲載した、若い人で、見た文学賞を受賞。しかし、右翼団体の圧力を受け、 教員を辞職。戦時中は陸軍報道範囲としてフィリピンに派遣された。戦後は青い山脈を朝日新聞に連載。映画化され大ブームとなり、100万人の作家と言われるほどの流行作家となる。数多くの映画化、ドラマ化作品がある。1966年、健全な常識に立ち明快な作品を書き続けた功績が評価されて、 第14回、菊池博師匠を受ける。しかし、石坂自身は、健全な作家というレッテルに反発し、受賞パーティーの席上で、私は、私の作品が健全で、常識的であるという理由で、今回の受賞に預かったのであるが、見た目に美しいバラの花も暗いじめじめした地中に根を、這わせているように、私の作品の地盤も案外陰湿なところに、ありそうだ、ということである。 綺麗な、乾いた、サラサラした砂地ではどんな花も育たないと語った。還暦を超えて、なお人気作を量産していたが、1971年に、裏夫人が亡くなったことがきっかけで、執筆意欲を失い出し、当時連載していた作品を最後に、長編執筆を止め、執筆活動から遠ざかり、以後は、自身の旧作の改訂や回顧録、随筆などを時折記す。 悠々自適の生活に入る。1976年に朝日新聞へ各週連載されたおいらくの木は往年の読者を中心に反響を呼び、健在ぶりを示す。翌1977年には戦中に執筆しながら連載途中で掲載終了となり、未完に終わっていたフィリピン従軍機マヨンの煙を未発表原稿を合わせ、綿密な工程を行い出版。 34年ぶりに日の目を浴びせた。1978年頃から認知症の症状が徐々に出始め、1980年頃には徘徊や親族の顔の認識すらできない状態になっていたという。さらには、肥満が原因による心臓肥大や高血圧の症状など体調は悪化の位置をたどり、1982年には医師から余命半年の宣告が下る。 それを受けて、せめてわずかな月日を穏やかに過ごさせたいという家族の思いから、長年住み慣れた田園調布の地を離れ、伊東市へ転居する。転居費用や生活費は、自宅売却費や印税収入で賄い、家族に金銭的な面倒はかけたくないという健在だった。頃の本人の意思は守ることができた。伊東へ移ってからは、体調は安定し、 時折詩を書くようなこともあるなど、家族の思いをまさに組んだように穏やかな月日を送ったという。1986年に老衰、鉱膜下出血のため、伊藤氏の自宅で死去。死の直前には、これで、よしと呟いた、自他共に、納得の大往生だった。戒名は一条院、竜誉れよう、純子寺。石坂の老衰については、 出版関係者内では密かに囁かれていたが、公にはなっていなかった。1982年にゴルフ仲間であった作家、庭文雄が随筆に具体的なエピソードを交えて綴ったことで一般へ知られることとなった。横手上司の文学費には、横手中学、現横手校の国語教師をしながら書き続けた若い人の一節、小さな歓声よりも、 あなたのはらんでいる未完成の方が、はるかに大きなものがあることを忘れてならないと思う、が刻まれている。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。